大根の可愛いお花ピクルスの作り方。まずは厚さ4ミリくらいに切ります。ダイソーで買った抜き型大活躍。今日は真ん中をストローで穴を開けてみたよ。そしたらこちらアマゾンでゲットした900円のカービングナイフで切っていきます。お手で切らないように慎重に。さらに花弁を強調させていく。細かいよね、見えるかな。私老眼だからこんなアップしてみたの初めてだわ。どうかな、可愛くできたよ。さらにリアルにしたいときは花びらの真ん中に筋を入れたりしてみる。まあなんて可愛い大根ちゃん。ちなみに朝はこちらの大根の型抜きした後の味噌汁でした。ではひたすら作りましょう。次は小さいお花ピクルス。まずは型抜き。じゃんじゃん切るよ。包丁でもともとしてたんですが、やっぱりカービングナイフがやりやすいかな。細かい作業ほどカービングナイフが便利だわ。次はちょっと違う感じも作ってみよう。ストローでピチってするだけで結構可愛くない？また明日からお弁当しっかり作って元気をたくさん出してもらえるように愛情たっぷり頑張りやす。